こんにちは、速稼塾の久保です。私の大好きなナイトライダーシリーズなんですけども、2019年の9月ぐらいだったかな、スペインでこんなねインタビューがあったそうです。その前にちょっと画像をご覧いただきたいんですけども、新しいナイトライダーのシリーズが、2020年中に始まるということなんですよね。本当かどうかちょっとわからないんですけども、まずはね、2台のこのナイトライダーナイト2000が出てくるわけですよね。でマイケルナイトさんは相変わらず、白い頭になりましたけども、かっこいい感じでね、当時のヒーローぶりをこういう風に見せてくれるわけなんですけども、今回ね、もう一人のナイト2000ライダーですね、マイクナイトの他のライダーですね、この謎の方がいらっしゃるんですよ。もちろんキッドも健在なんですけどもね、それにつきまして、記者会見が行われたようです。その記者会見の内容で、こういう風に、マイケルナイトことデビッド・ハッセルホフさんは語っています。今交渉中なんで、これをね、明らかにされたら困るんだけど、と言いながら、記者会見なんでね、明らかになってるわけなんですけども、現在ね、ナイトライダーをもう一回映画にどうかするか、これ交渉中だということなんですよ。そしてね、マイケルさん自身が、マイケルさん自身じゃないですけど、デビッド・ハッセルホフさん自身、私たちはこの車がね、本当に時代を超越してるので、またね、キッドと会いたいんだと言ってるんですよ。でこの映画を作る場合、元のキッドのモデルを使用したいんだけども、ポンティアック車にトランザムがねあるかどうか全くわからないんで、この車が使えるかどうかわからないというふうに言ってるんですよ。そこでですね、なんとかカマロかなんかのモデルを持ってきて、それに新しい組み合わせをして作っていくんではないかなっていうことをね、なんかちょっとこう言葉濁らしなんですけども言われてましたね。私とキッドの間の最初の会話はこんなものになるんじゃないかなってことで、これリップサービスなんでしょうね、私たちに語ってくれました。例えばね、キッドがね、こういうふうに話しかけるんですよ。マイケル、あなたも年を取りましたね、みたいな感じですよね。でマイケルがこういうふうに答えます。キッド、お前のおかげでな、っていうふうに答えてくれるんですよね。でそこでね、ナレーションがさらに時代は変わったみたいな感じでね、出るんですよね、字幕かなんかで。でキッドがマイケルに聞くんですよ。どんな風に変わったんですかっていう風に聞くと、マイケルが答えるわけですよね。最近ではな、全ての車が話せるそうだぞって形で会場は笑いに包まれたということでございました。で今回はね、私の拙い翻訳だったんですけども、実際どうなのかちょっとリンクを貼っときますので、そちらの方でご確認いただきたいんですけども、これデビッド・ハッセルホフさんが話題作りというかね、メディアの前に出るためにまたあることないこと言ってるような気もするというふうなね、ファンの方もいらっしゃるんですけども、私は密かに期待したいなと思うばかりでございます。それでは本日は以上です。